なんかこの間より明るい気がする。皆さんどうもこんにちは、バス釣りお兄さん高島むさホルモンです。今日の動画ちょっとね、話したい話題は結構実はあって、ジャークベイトの話とか、クランクの話とか、そろそろ本格的にシーズンに入ってくるんで、そういう話をしたいんですけども、その前に間もなくゴールデンウィークになるということで、今日はそのゴールデンウィークに関した話というか、注意事項を先に一つ動画にしておこうと思って、これを先にやらせてもらいます。関西地域、特に大阪、兵庫、京都、この地域のポイントを、メインにされている方、僕もまさにそうなんですけど、知ってる方も多いと思うんですが、緊急事態宣言がゴールデンウィーク期間対応で出されたことによって、青野ダムと琵琶湖の、駐車場が原則閉鎖になりました。ほとんど全て。これに関しては確か去年も同じことをしていて、去年やはりその辺に路駐すればいいやみたいな、そういう人がね、やはり数多く現れて、かなり問題になっていました。琵琶湖、青野ダム、どちらに関しても水辺の近くの道路めちゃめちゃ狭いんで、特に青野ダムっていうのはもうほとんど山の中のダムですから、駐車場じゃなければ車1台通るのが精一杯ぐらいの道なので、絶対にやめてくださいっていう動画です。今回の駐車場の閉鎖っていうのは、分かってる人がほとんどだとは思うんですけども、駐車場に止めなければ別に釣りをしても構いませんよ、来てもいいですよっていうことではないので、今回の期間中、あのダムは4月の25から5月の11までとにかく来ないでくださいっていう話なので、そもそもバス釣りに対する風当たりがかなり厳しい中、このコロナのせいでバス釣りができるかどうかっていうのは本当にギリギリのラインであるということを、バサ全員が自覚する必要があります。世間の一般の人は、そこまで釣り人に対して優しくありません。というより十分すぎるほど優しかったんじゃないかなとむしろ思うぐらいなんですけど、それを裏切り続けてきたのは間違いなく我々釣り人ですから、この後に及んで青野ダム、また、琵琶湖、関西でも気軽にアクセスできて、でなおかつ大型のバスが釣れる貴重なポイントですから、自分たちで自分たちの首を絞めることのないよう、この期間の該当する釣り場への釣り自粛っていうのは皆さん必ず守ってください。じゃあゴールデンウィーク、せっかくの休みなのに一切釣りをするなって言ってるのかっていうと、そういう話じゃなくて、釣りをできるところはありますから、特に先日動画で挙げた一倉ダム、聞いたらゴールデンウィーク期間中も、ボートの予約は取るそうなので、おかっぱりではなくボート、あとは日吉ダムだったり東条湖なんかも、今日この動画を撮っている時点ではゴールデンウィークの予約は受け付けているようなので、もう世間がピリピリしている時にトラブルが発生する可能性がもう目に見えている危険なラインには行かず、ちゃんと釣りが許可されているところで、許可されている釣り方をしてクリーンな釣りをしましょう。もちろんそんなバサーだけの問題じゃないだろうっていう人も、大勢いると思うんですけども、まずバサーから変えていきましょう。そういうのが SNS の使用率、動画の数、何をとっても一番多いのはバサーですから、いいことも大きく出るし、悪いことはもっと大きく出てしまうので、まず我々が率先して気をつけるっていうのを、やっていけばいいんじゃないかなと思います。というわけで、短い動画になったと思いますが、今日言いたかったこと、来たるゴールデンウィークの前にこれだけ先に言わせてください。駐車場閉鎖の、措置が取られているところでは絶対に利用しない、駐車場を使わなければ釣りをしてもいいんじゃないかっていう幼稚な考えはやめるというのを、分かってる人がほとんどだと思います。なので、一部のやっぱり分からない人に、抑止力としてあかんぞと、見つけたら言う、見かけたら注意する、そういうのを徹底してもらえたらいいと思います。とにかく釣り場を守る、で釣り場を守るっていうことは釣り場の周辺の環境、これは住民への配慮とか、ゴミ問題も含めて環境を守るっていうことですので、何度も言ってますが、自らの首を絞めぬよう皆さんに協力をお願いしたいと思います。というわけで、バス釣りお兄さん高島むさホルモンからのお願いでした。何卒よろしくお願いいたします。では。